ただいま。何してんの？ただいまじゃなかった、あんたは。何してんの？急に掘ってきて。急に掘ってきてて。知らんけど思いよった、あんた。ねえ、何が？さっきお母さんね、あそこの鉱山のトンネルの手前のファミリーマート分かっと、うん、あそこで買い物しよったったい。もうそれで分かんでしょ、あんた何言われとるか。いいよ。は？なんいやって。ねえ、あそこのコンビニでお父さんが今日アイスそば食いたいって言ったけん、アイスそば買いに行こうと思ってお客さんから電話かかってきたけんね、コンビニの前に車止めてからお客さん電話しとったもん。したら目の前はね、自転車とバイクがね、2人スーって横切ったもんね。さっき来たい30分ぐらい前たい。どっからどう見てもあんただったね。別に自転車とねバイクがたまたま並走しとったならわかるたね、うん、お母さん電話しながらね、目の前が通り過ぎた時はね、明らかにバイクに乗っとるもんがね、バイク運転しながら小林ってから足であんたのチャリバ押し寄ったもんね、ずーってねえ、うん、小林ってね、バイクに小林乗りながらこうやってから足であんたの自転車押し寄ったもん。でもいいって、ずーっとこう。なんでそれ危ないことすっとんの、あんたは。違うよ、向こうがやってきたんよ。関係なかった。なんで関係ない。俺やってるなんて言ってへんもん。俺は悪ないもん。は？いや、危ないんでやめてくださいって言えばよく話した。言ったもん、別に俺。いや、やめてって言ったよ。言うわけなかった、あんた。は？ずーっと橋渡って奥まで。危ないと思ったけど、お母さんもね、コンビニで買い物しようと思ったけど、もう注意せないかんと思ってから車出したたい。もうお客さんと電話止めて。そしたら、もう途中の信号で捕まったところで、右曲がったか左曲がったか分からんくなって、まっすぐ家に帰ってきようとかないと思って、家まで車で来たばって見つからんかったけんね、どっか遊びとったでしょうがねえ。なんだっけ、危ないことすっとんねん。いや、すっとんねんじゃないやん。しとったか、やってきたかね。だけん危ないけん大丈夫ですって、自転車で俺帰るんで、もう先行ってくださいって言えばよかったい。言っても止まらんの。もうよかったですよ、あんたの言い訳は。どっからどう見てもペチャペチャ喋りながら楽しそうに帰りよったって。危ないって分からんと。ねえ。なんで、怪我せな分からんと、大怪我せな分からんと、あんたは。ね、大丈夫です、怪我とかせえへんって。今しとらんだけだ。ねえ。大怪我してからじゃ遅かけんよとだ。ねえ。自転車の二人乗りたら、もう脇が違うわ、レベルが違うわ。ねえ。は？ヘルメットもかぶらんで、バイクと同じ速度で40キロ、50キロでたい。自転車で押してもらって。どっちかがハンドルミスしたら、なんか飛び出してきたら、なんかあってんか。は？怪我せんで折れるね。いや、そこまで早なかったし。早かった見とった、お母さん目の前で。だけど何すぎ危なっことばすっとかって言ってた。自分じゃない、頼んじゃないじゃないって。ねえ。いや、じゃあ向こうに怒れや。なんで俺に怒んねん。誰やねん、じゃあ。は？向こうに怒れてるならお母さん家まで乗り込んでやるって誰ねん。いい、いい、もういい。誰ねん、言えほら。って言えほら、誰ねん。あ、向こうに怒りっていうのはお母さん怒りってやって、
誰か言えじゃあ。いいって。何やいいって。聞きよったのか。いや、いいってマジで。知らん。誰に言えて。は？こんな子。いや、もうないからやらへんから。いって。信用できん。怒りよっとき、ポケット手突っ込むなんて、あんたは。うるさいわ、もうやらへんって言ってるやん、もう。やらんって。言うとこあってんね。自転車二人乗りでね、事故って剣だけ怪我して、は？病院で、ね、入院したり、あんたは軽傷で済んでね、普通におるばってんたい。たまたまだけどね。言うとこばってん。二人乗りして事故ったのも怪我しとらんともたまたまだし、は？スクーターで自転車押してもらってね、怪我せずに家まで帰ってこれたのもたまたまだけんねて、は？なんかあってかし遅かけんよっとったよ、お母さんは。分かったって、やらへんって言ってるやん。死ぬかもしれんばい、アギアントで事故ったら。大げさやねんて。大げさだ。大げさに言わな、なるわけんた、あんた。もうやらん。何回聞いたか。いや、初めてやん、それは。すげえんことすると思うもんね、お母さんも。スクール頼んで、ここああやって足で押してから自転車乗って。すげえんこけ、見らんもん、お母さんも。まさか、自分の息子がすると思わんでしょ。いや、俺も初めてやから、やられた。初めてやからって。たまたまバレんかっただけでね、バレるバレでね、物事も考えないよ。このあそこから先、あそこから先の道は人もそんな少ないけん、車もあんま通らんけんって、危なくないけんと思って油断しとっただろうが、誰かが見とったぞって言うとこばってね、うん、はましてや制服ばれね、制服、うん、ってかっね、って制服着とったばい、うん、ね、どこの学校かすぐ分かるわ。ねえ、学校に電話あってごらん。どこどこの学校のね、門がバイクのスクーターに押してもらって自転車で帰り寄ったって、どの辺までね、通ってましたって言ったら、もうあそこから先もう1日しかないとか言えば、うん、すぐバレるたんだって。また野球部に迷惑かけるとかね、うん、めんどくさいじゃないって。制服着とっとぞって。分かったって、そうなんなら野球部やめろって言ってたよ。意味わからん、やめへん。人に迷惑かけるのにやめろって。は、うん、じゃあクレームの電話入ってから、バイク乗ってから自転車押してから帰りよったって。野球部だったって。監督が何と何も言わんと思うよと。は交通違反だけんね、言うとこばって。だからそれ分かったから、もうやらへんって言ってるよ。しつこい。捕まるの分からんとだ、あんたは。一回捕まれ、あんたはもう警察に。意味分からん。は？一回警察捕まれ、もう。それ。違反だけね、言うとこばって。はい。あのバイクの子も、ヘルメットかぶっとったまで首にかけてから後ろに出して、ヘルメットかぶっとらんのと一緒だけ、あれ。あれも違反だけ、はい、知っとんねん。あご紐だけここにつけてから。は？うん。違反だけ、言うとこばって。うん、分かった。あがやって自転車も押して、違反だけんって。よう危なくないと思えるな、あんたね。まあいいや、分かったって。ほんなや。ほんなやって。命に関わるようなことだけんたい。ああ、なんかあってから。痛いもんしてほしくないけんよとたい、こっちは。何回言うてもなおらん。だけ一回大怪我せな、治らんとだろうねって、一回警察に捕まれなんだ、わからんとだろうって言っとたい。みんな子。ええかげんせえよ。
歩いていけ、もう意味わかんは？もう嫌ないよ、歩いていったら誰がドギャン押したって無理だろ、自転車だけあかんことになったろ、そう自転車乗っとる気はあかんやと押せるとた、じゃあ逃げるから、次来たらバーって逃げんでよかった、その誰か教えろって言ってた、もういいもう、そんな言わんで、言うたろか自分がお母さんに怒れて、は？俺悪ないけその人に怒ってて言うたろかって、なかったって、自分の言葉には責任持てよ、誰やって言ってた、もうまたや、ってやらへんから、いや言うな、信用できんとかあんた、やらんて。何回言うてもわからん、もう一回お怪我したら分からんくだろうか。